こんにちは、WBO がですね、年末に行われます、WBO チャンピオンの井岡選手と、WBA の、チャンピオンのフランコとの、統一戦で、勝者が、この間、フランシスコ・ロドリゲス・ジュエンに、勝利して、フライ級の、WBO 王座を返上した、中谷淳人選手と、対戦を義務付けたというところで、いやこれはかなり楽しみですね。ロドリゲス・ジュニアがね、中谷選手とやって、井岡選手とフランコの勝者なので、まあこれどっちがね勝ってくるかっていうところなんですけど、井岡選手が上がってきたと仮定して、中谷選手に、中谷選手がいい選手だけど、まだちょっと早いっていうね形でおっしゃってましたけど、これが義務ってなってね、本当に対戦がね、近い将来実現するかっていうところで見たら、本当に面白い試合になると自分は思ってますね。中谷選手がね、こう井岡選手に勝つっていう声もあるし、いや意外と井岡の方が強いんじゃないかっていうね声もあるっていうところで、これはもう勝負論もありますし、面白い試合になるんじゃないかと。ただ、ロドリゲスジュニアの井岡選手とやるのはまだ早いっておっしゃってましたけど、この間の田中選手のようなね、スーパーフライ級上げた初戦で井岡選手みたいな、ちょっとこのね、ハードルが高いっていうのもあれなので、もう少しこうフライ級、スーパーフライ級で、通戦挟んでからこう完全にこうスーパーフライ級に慣れてきてから、井岡選手と日本人のこのスーパーフライ級の頂上決戦なんていうのも面白いのかなと。この間の寺地健志郎と、京口志郎選手みたいな形でっていうのも面白いのかなというふうには思いますね。今上げてきてすぐっていうのももちろん面白いけどっていうところで、でもこれ王座統一戦なんていうのも面白いそうですよね、中谷選手とっていうふうには思ってたんですけど、でもこの感じ見るともう本当に次戦か、井岡選手にとっては次戦、中谷選手にとってみたらこれで一戦挟むのかは分かんないですけど、まあ本当にね 1,2 戦のところだと思うので、非常に楽しみですね。噛み合わないかで言えばね、噛み合うんじゃないですか、中谷選手も距離は取りたいとは思うんですけど、まずその自分のボクシングはね、支えてくれない展開になると思うので、両者ともなので、打ち合いは必須になるかなと。その際に噛み合う気はしてますね。ロドリゲスとあれだけね面白い試合になったのあれば、っていうところで、本日はですね、 WBO が、井岡選手、年末に行われる井岡選手と、フランコの勝者 VS 中谷選手の対戦義務というところの動画でした。はい、皆さんもですね、ぜひコメントございましたらどしどしお寄せください。以上です。